発砲の時の、引っ張られるっていうのに対する姿勢から、まあ、もっと強く引っ張られれば、まあ、こうなって後ろに乗るのはしょうがないし、だからこれがどういうことかっていうと急斜面ですよね。まあ急斜面でも高い姿勢で落ちていけばいいんですけど、その時って多分マイナス回転になってくるんです。それで少し上げてたら高低交差すると後ろ足荷重になって前足をこう使ってるんです。要は短いです。筋交いみたいなのです。前足はほぼ伸ばして踏ん張ってで、じゃあこれが横滑りもしくはターンの中だったらどうするかというと、当然こうなってて接近をしてますからこうなんだけど、筋交いが前のこの方向、外側に今引っ張られてるんで、自分のスキーがこっち向いてるから、もしくは斜め横滑りしてるかもしれないけど、引っ張られてる方向を感じながらこの足が前に出てる。これで引っ張られるとすごく、でも相対平行できたらすごく、なんでこれがもっとの目の情報であればやっぱりこっち側に、だから前足のテレマーク切り替えした後の足っていうのが今自分がそうターンしてる前側に、引っ張られてる前側に出てるのかな。もちろんお尻には乗ってます。重心には、後ろ足は乗ってるけども、ちゃんとそれを前に行かないようにしている。だからこうではないんですよね。っていう、いいですよね。